皆さんこんにちは、デミーロです。はい、ということで今日はジュジュス甲子園チップスワンボックス届いたので開封していきたいと思います。はい、ってな感じでね、ワンボックスなので12個入ってました。こちらが、カード1枚入り全14種ということで、1箱じゃ足りなかったね。まあとりあえず開けていきます。1個242円となっております。これパッケージからしてね、めちゃめちゃ可愛いですよね。はい、という感じで開封していきましょう。狙いは本当は全部揃えたかったんですけど、とりあえず1年ずと五条先生が欲しいなっていう感じです。あとね、メカ丸めちゃめちゃ可愛い。ということで1個目いきます。ほい、あ、マキさん、可愛い、めっちゃ可愛いんだけど。これはで裏が、あー、いいね、受けるポジションピッチャーとかそんなとこまで書いてあるんだ。めっちゃいいじゃん。1枚目マキさんでした。なんか思ったより結構いいかも。続いて2個目、いきます。ほい、あ、ももりん、いいね、この顔。裏が、野球歴2リットル。あ、ここにも書いてあるんだ、セリフ、かわいい。ももりんでした。続いて3個目、いきます。せーの、ほい、あ、マジでこれはやばい、最高すぎるんだけど。どうどう、虎杖とともに全中制覇をしている。虎杖は否認、まあね、存在しない記憶だからね。最高なんだけどこのシーン。4個目いきたいと思います。せーの、ほい、あ、やばくない、なんかホロなんだけど。何これ、めっちゃキラキラしてる。違うよね、これだってホロもあるんだ、知らなかったんだけど。普通のカードとめっちゃキラキラじゃん。あ、後ろは普通。五条悟る審判、何もなし、セリフ的なやつ、あ、セリフっていうかなんかここはないんだね。え、びっくりしたんだけど、五条先生フォローでした、最高やん。続いて5個目です。いきます、せーの、ほい、あ、めぐみくん、フォロー珍しいのかな。チキン南蛮は胸肉派、親子丼はもも肉。めっちゃいいね、かっこいいじゃんこのカード。普通にあのフォロみたいなのってワンボックスに何個入ってるんだろう。ということで続いてもうね半分です。6個目、いきます。せーの、ほい、あ、歌姫、かわいいじゃんこれ。裏がこんな感じ、なんかちゃんとさ誕生日とかプロフィール書いてあるのめちゃめちゃかわいいよねこのカード。歌姫先生なかなかかわいい、小原ちゃんとか欲しいな。いきます、続いて、せーの、ほい、あ、え、かぶるの、嘘、めぐみくんかぶった。このワンボックス勝手にかぶらないと思ってたんですけど、かぶるのか。あと残り5個です。いきます、せーの、ほい、あ、みわちゃんキラキラだ、またやば、めっちゃかわいい。みわちゃん、このフォローは1個だけじゃないのかな、ワンボックスに出た。こんにちは、役立たずみわです。本当にかわいいよねみわちゃんって。お嬢先生とみわちゃんがフォロー、もう1枚ぐらいねキラキラ入ってたら嬉しいんだけど。ということで残り4個いきます、せーの、ほい、あ、そこで東堂かぶるかいって感じ、マジか、意外とかぶる。めぐみくんと東堂くんかぶりました。いや、野原ちゃんとメカ丸欲しいよ。あとということで残り3個です。いきます、せーの、ほい、あ、やだ、せーの、ほい、あ、マキさん、え、めっちゃかぶるじゃん、嘘。だいたいさこういうバカウケとか買うとあんまりかぶらないから勝手にかぶらないと思ってたんだけど、ここでまさかのマキさんかぶり、3枚かぶってるじゃん。ということで残り2個なんですよ。もうかぶりはやめてほしい。いきます、せーの、
あ、パンダ先輩めっちゃ可愛いんですけど、なんかこの帽子ちょこって乗ってんのが可愛い。いつかシマウマを殴ろうと思ってる。めっちゃ可愛い。パンダ先輩ファースト。ということで最後の1個いきたいと思います。のばるちゃんかメカ丸、希望いきます。せーの、ほい。あ、マジか、こんな被るの。ももりん、いや被りすぎじゃない？思ったより被るね。いやこれは優しくない。なんか2箱とか買っても被りそう。ということで今回呪術甲子園チップスワンボックス開封した結果なんですけれども、めぐみくんが2、ももちゃんが2、東堂先輩2、まきさんが2、歌姫先生とパンダが1枚ずつで、ポロがね入ってたのちょっと知らなかったんですけど、みわちゃんと五条先生がフォローでした。こんな感じ。いや意外とね揃わないんだねって思っちゃった。箱で買うと、最近だと全然被ってなかったんですけど、意外にね全然種類揃ってないよねって思ったので、意外にこれなんかこれ普通に2ボックスとか買っても揃わなそうな気がする。なんとなくめっちゃ被りすぎだもん。ということで今回は呪術甲子園チップスが開封してきました。意外とねマジでほんと揃わなかったけど、ちょっとこれは嬉しい。五条先生のフォローで、こちらなんですけれども、全国のアニメートとあとはオンラインストアの方で購入できるので、概要欄の方にリンク貼っておきます。気になる方はねそちらの方からぜひぜひ購入してみてください。オンラインだとワンボックスから購入できるみたいなので、ちょっとね1個だけ欲しいっていう方はアニメートの方がいいかもしれないです。でもねこの結果だとちょっとね買い足さないとなっていう感じなので、もしかしたらねちょっとリベンジ動画あるかもです。これはいつもウェハースは苦手なんですけど、ポテトチップスなら食べれるのでちょっと追加購入したいと思います。今月はあとめぐみくんの式神ガチャとかがあるので、そちらのガチャとかもやってきたらまた動画の方でお伝えしようと思うので、ぜひぜひ気になる方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。